じゃあ僕はどういう使い方をするかというと、まあ、基本メインはほぼフロロです。っていうのは、まあ、冒頭に言ったようにフロロっていうのは非常にまあ根ずれにも強いし飲みも少ない、まあ、感度も高い、まあ、あと耐久性もいい、もういいとこ取りなんですよね。だからまあまあフロロをメインにしてもらえばほぼ多くの釣りで間違いはないんじゃないかなというふうに言えると思います。まあじゃあナイロンがいらないのかというと全くそんなことはないんですね。でフロロにはないナイロンの、まあ、僕が考える最大の特徴としては、一つはまあしなやかなことっていうことと、もう一つは、水に浮くっていう、この二つがあるんですね。ですから、例えばねここにあるようなポンパドール、ポンパドール、このルアーを使うときは、まあ、多少太めのラインやっぱ使えますよね。14ポンド16ポンド場合によってカバー周りでやるときは20ポンド近くまでラインを上げます、まあ、そういったときに要はあ、まあ、しなやかである、まあ扱いが非常にやりやすいっていうことが、まあ、ナイロンのメリットとして非常に際立ってくるポイントでもありますね。あとは、水に浮く、要は沈みにくい、沈まないっていう特性があるんで、こういったようなトップウォータープラグを使うときは、水に沈まないんで、まあ、非常にアクションがさせやすいんですよね。まあ、フロロだと例えば、まあ、ポーズをね、多用したときにどうしてもそのポーズ中にラインがこう水に沈んで、まあ、次のアクションをしたときにこうルアーがこう水の水中に引っ張られるような力が働いちゃう、要はラインが水に沈んでるんでね、どうしてもルアーがダイブしちゃう、まあ、そういうまあアクションのつきにくさっていうのが出てきてしまうんで、まあ、トップウォータープラグにはまあ非常にフロロカーボンっていうのは、あ、ナイロンライン、ごめんなさい、ナイロンラインっていうのはまあマッチしてるのかなというふうに言えます。まあ、実際僕もトップウォーターの時はまあバズベイトも含めてまあナイロンを使うことが多いですよね。